はあ、寒いってやってた。あ、手冷たくなってんぞって、女の子の手を男の子が取って、はあって、はあってやるやつ。やったことある？ないわ。ないよね。あれ、これよって言ったもん。テレビで行方不明の娘を見つけたおばあちゃんみたいなやつ。まあ、日本の少女漫画とかだったら、まあ、取って自分のポケットに入れる。それそれ。それか、女の子がよく自分の手をはーってやるのはあるけど、人の手をはーはさ、見たことない。熱い食べ物食べるときにフーフーしてあげるとかまではまあわかるじゃん。あるある。手をはーで温める。見たことないかも。はーと思って。違う歯が出てる。そう。でさ、その日の夜よ。夜よ。夜、家で、じゃあ私先寝るわって言って、夫にね、言って、そしたら、なんかちょっと私の手を触ったんだよね。そしたら、すごい冷たかった。私、末端冷え性だからさ、そう。そしたらさ、手を取ってさ、はぁってしたの。お前はナチュラルイケメンかよって。僕何聞かされてるんですかね。僕そろそろスタジオ出たいんですけども。2回目。 僕衝撃にちょっと話したくなっちゃったんだよ一ね。緒に見てたの？一緒に見てないのあ、よ。見てないの？じゃあ。びっくりしちゃった。それをやる人いるんだと思って。でもまあ、ともふざけてやってたんだけど、私が、はぁって言うから、なになになにって、そう、そのいきさつを説明して、ああ、そうか。俺ってナチュラルイケメンだったんだな。今度会ったら僕小突きます、じゃあ。言っといて。何やってんのっていう。そうね。まあ、こんな感じでしょうかね。じゃあ、ディレクターがびっくりしますよ。こんなもんでしょうかね、に関こんしなて。もんでしょうかね。